色彩のデザインについて、もちろん風景をデザインする上で、風景に限らず何かデザインする上で、色をどうコントロールするかっていうのは非常に重要な話です。で、光学的にコントロールをしたい、そういう話を、やりたいと思います。ドイツの街並みで、日本ではあまり建物にペイントするっていうことが珍しくて、素材の色を生かすっていうのが日本的なところがありますけど、外国だとペイントで色をつけるっていうことも非常によく行われていて、これはこれですごく綺麗ですよね。これはコペンハーゲンのニューハウンという運河沿いの街並みで、ここにアンデルセンが住んでいたらしいです。北欧に行くとね、こういう鮮やかな、日本にこれがあるとちょっとギョッとする感じだと思うんですけど、北欧ってこういう色使いの街並みがあちこちにあって、これはこれで個性的で非常に魅力的ですよね。これはノルウェーにあるベルゲンという港町、世界遺産の街並みです。木造の建物の塗装の色が非常に綺麗ですよね。イギリスの、エジンバラ、スコットランドですね。ここまで統一されると、もう素晴らしいとしか 言いようがない。イギリスの、蜂蜜色の街並みと呼ばれて、コッツウォルズっていう、結構有名なところ。日本もそういう街並みレベルで色彩がコントロールされているというところがないわけじゃなくて、これは横浜のみなとみらい地区ですね。ここは博覧会の跡地を街を作ったというところで、いろんな建物を一斉に作ったもので、建物は基本的に白い色にするいうような基本的なルールがあって、なので色の建物がほぼ真っ白で出来上がっています。ただ、日本でこういうものは結構珍しい部類に入る。普通はこんな感じです。ベージュっぽいものが日本だと結構多いこと。一方、白いものも多いし、時々寒色系の ブルーがかったものがあったりとか、いろんなものがあって、コントロールされてるかっつうと、そういうわけじゃないですね。住宅地も、時々こういうものがある。これは、徳島にある駐車場の、見たことある人いますか？あるんだ。 ほうって感じですよね。 これは大阪のね、大阪って大都市なんだけど、ちょっと車で郊外に行くとすぐにこんな風景が現れてくるような、結構面白いところで、なんていうか、正しい日本の田舎みたいな感じの、綺麗な風景ですね。日本の昔からの風景って基本的にモノトーンでできているところがあって、白と黒とグレーで出来上がってる感じ。ここだけちょっと茶色っぽい色がね、やや目立つ色がありますけど、その他はかなり彩度の低い、地味めの色合いで統一されていて、すごく綺麗ですよね。これは高知に こういう場所があるんですけど、別に青い屋根のお家がね、何かルールに違反してるとかいう話ではないんです。青い瓦を使ってもらうことができるわけなんですけど、好きなんだろうね、きっとね。 風景の美しさという観点では、やっぱりちょっと違和感がある。これは土佐山田にあるんですけど、農業用の倉庫とか、時々こういう色合いのものが、あります。で、こういうものに対して、もうちょっと地味めの色合いにしていただきたいとか、いろんな制限をかけたり、景観法で屋外広告物の色彩の制限をするみたいな話もあるし、それから建物の色彩についても制限をすることが、可能なわけなんですね。
で、ただそういう色彩をコントロールするときに、地味めの赤とかね、薄い水色とか、そういう言葉遣いで制限をするっていうのはあんまり現実的じゃない。どのぐらいじゃあ薄ければいいんですかとか、手加減がわからないので、もうちょっと数字で制限をしたいわけなんです。特に罰則規定まで設けようとか、きついことやろうとすると、じゃあどのぐらいまでならいいのかっていうのを、数量的に明らかにしたいわけですね。で、そういうために色彩を数量的に表現するやり方っていうのがいろいろあって、今日はそのうちの一つ、よく使われるマンセルっていう色彩の表記のやり方について、話をしよう。で、明度、色相、明度、彩度の3つで、記述をします。色相っていうのが、一番分かりやすい、いわゆる何色っていう時の赤いとか青いとか黄色とか、そういうやつですね。 5R とか、5IR とか、アルファベットの文字は意味がすぐに分かると思います。こういう具合に 5R と 10R の間にはもちろん 7R とかいろんな、細かい数字があります。こういう具合に数字とアルファベットでまず色相を表現するというやり方があります。で、次に明度と彩度、鮮やかさが彩度ですね、数字が大きくなるとこれですね、彩度の数値、数字が大きくなると色が鮮やかになる。それから縦軸は明度で、数字が大きいと明るく、数字が小さいと暗くなる。で、一番向こう、彩度が0のところはもう完全に無彩色で、真っ白からグレー、黒、そういうものが彩度が0という値になります。で、こういう、実物は、これですけど、マンセルの色見本表というのが、今日はサンプルとして2つだけ出します。これが何十枚も揃っていて、こう明度、彩度、色相っていうのは これですね。これだと 7.5BG、 これは色相、色相の数だけこういう紙が用意されている。マンセル値で色を、記述するときに、こういう 5R6-8 という言い方をします。何かっていうと、5R っていうのが、色相ですね。これがもう 5R、だけなんですけど、さっきのはこれは 10R ですけどね、これと同じように 5R っていうのがあって、 5R の中の、6-8、5R の、明度が6ですよ。明度、彩度の順番で言います。明度が6ですよ。で、彩度が8ですよ。5R6-8 っていうと、色相が 5R で、明度が6で彩度が8だよ、この色だよというふうに、ほぼ決まるわけです。そういうふうに数字で読みます。君たちが就職して色を扱う現場になると 5R6-8 とか、7YR-3-2 とか、いろんなね、数字が会話の中で飛び交うことになる。で、これが 5R6-8。で、高知市、景観計画では景観法に基づいて色彩のガイドラインというものがあって、こういう冊子が、作られていて、壁の色について彩度の上限というのが決まっています。これ以上鮮やかな色はご遠慮願いたい、景観法に基づいてますから、禁止するっていうような強制力がある程度ある、強い、ルールが決まっています。色相別に色相が R とか YR のものは彩度が6以下、イエローの Y の色相の時には彩度4以下、その他は2以下というふうに、色が決まっていて、さっきの、10R だとこれは R なので彩度は6以下ですよ。ここが6なので、それより高いところ、この辺の色は壁に使ってもらっては困りますという話ですね。それからその他の色相、これは 7.5BG なので、その他の色相で2以下にしなさい。2っていうのはこの色ですね。それより、鮮やかな色はちょっとやめた方がいいですよという話です。なんで6とか2とか違うのかっていうと、
人間の目に見えた時のそのこう心の揺れ方の問題というか、見た時の気分の問題で、どのぐらいだと鮮やかすぎるかっていうのは結構色相によって違うんですよ。赤だとサイドが ある程度赤色って、このぐらいの鮮やかさが建物に使われてもそんなに嫌じゃない、サイドが3とか4とかってもね。一方で、こういう色で、サイドが3、4だとそれはちょっと鮮やかすぎるんじゃないのっていうような、色相によって印象が変わるので、そういう色相別のルールというのが合理的なんだよな。皆様ご存知、そのイオン工事 5IR の9の2ってこの色です。 地の色、ベースの色ということです。YR 系統なのでサイドは2以下が望ましくて、もちろんサイドが2なので OK だよ。で、じゃあこの帯はどうなの、なんかラインが入って、これは見るからに鮮やかな色をしているし、このジャスコの看板の色もすごく鮮やか、これは明らかにサイドを超えている。ただこういう壁面の色彩の制限するときは基本的に地の色を制限をします。こういう言葉があるので覚えておいてほしいんですけど、ベースカラー、アクセントカラー、アクセサリーカラーというふうに言います。ベースカラーっていうのが地の色ですね、一番面積がでかいところ。アクセントカラーっていうのがさっきの写真の細い帯が入っているとか、そういうものがアクセントカラーで、アクセサリーカラーっていうのは企業の会社で共通に使っている色、ローソンだと青とか、au だと真っ赤とか、イオンだとさっきの濃いピンクの色、そういうものをアクセサリーカラーというふうに呼びます。それはアクセントカラーとかアクセサリーカラーは、ルール以上のサイドでもいいです。ベースカラーのところだけ、サイド2以下に、さっきのルールで抑えてくださいということですね。これも北環状線の蔦屋で、7.5YR7-6 っていうのはこの色です。それから 10R3-8 は この門構えみたいなところですね。で、こっちは R なので、しかもサイドは8もあるのでかなり鮮やかなんですよ。でこれがアクセントだったら、別にこっちは明らかに地の色ですね。地の色は、YRK とサイド6までだから、ギリギリ収まってる。アクセントというのはちょっと面積でかすぎないか、これ。あんまりでかいとそれはちょっと問題だよね。はい、色彩のデザインでした。